よく晴れた天気になりました。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。まずはスワローズのエース小川が神宮球場のマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。バッターは梶谷。さあ注目の立ち上がりです。センター梶谷背番号3。はい、最初は変化球できました。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボール。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っているオースティン。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー小川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。初球打ち、ここは打ち上げています。青木が掴んでツーアウト。打席には3番バッター外。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク。ライト方向を流しました。打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。2回表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターは4番佐野。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。が2球目、変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには5番宮崎。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあまず1球目、初球ストライク、ボールになります。まあここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど、さあどう来るか。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには6番倉本。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。いや素晴らしい球ですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。3回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃。柴田が打席に入ります。スワローズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。これが1球目、ファウルになります。チェンジアップが決まりました。ノーボールツーストライク。この球は落としましたが決まりません。変化球空振り、ワンアウトです。素晴らしい投球を続けています。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。8番バッターはキャッチャー戸柱。
小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース空振りです。ファウルになります。狙っていたかもしれません。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ピッチャーに打順が回って先発の大貫が打席に入ります。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。ええ、そうですね。初球ストライク、アウトコースファウル、ツーストライクです。インコース変化球決まりません。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、低めわずかに外れてボール、見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。いい球ですね。小宮山さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。低めボール、まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、さあ何を選択して打ちました。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。落ちるボール空振り、あっという間に2ストライクです。内へ持ってきましたが外れました。さあ勝負してくるのか。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたがバットに当たりません。三振。3番バッター外、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。2アウトランナーありません。三振になります。3アウトチェンジ。5回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、打席には4番バッター佐野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。スワローズ1点リードで迎える5回、次が4球目。見逃し三振、まず1つアウトを取りました。これで10個目の三振を奪いました。いや、非常にハイペースで飛ばしてますね小宮山さん。そうですね、イメージ通りの投球ができてるんだと思いますね。ええ、いい投球をしています。打席には5番バッター宮崎。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはスワローズがエースの小川、そしてベイスターズが大貫。三振です。ご覧いただきましょう。最後は得意玉で空振り三振です。さあマウンド上の小川、まだ一人のランナーも許していません。いや小宮山さん、ここまで素晴らしい投球してますよね。初球打ち、これはどうか、山田、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるベイスターズの攻撃、柴田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。スワローズ1点リードで迎える6回です。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。打席には8番バッター戸柱。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。
ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボール。外れましたけど、いいボールですよね。はい、低めわずかに外れてボール。これはバット出ず三振です。さあマウンド上は小川、まだ一人のランナーも許していません。初球ストライク。低めの球、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。でこの7回迎えてます、まあ、そうですね、もう本当に安心して見てられるといったような投球内容ですよね。はい、この後もそんな投球続くことを期待しましょう。素晴らしいコントロールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク、ファウルになります。次外すにしても意味のあるボールにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。2番バッターオースティン。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいコースに決まりましたね。ワンボールツーストライク、見逃し三振。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。ええ、いいコースに投げてきてますね。さあマウンド上の小川、まだ一人のランナーも許していません。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。さあマウンド上は小川、ここまでパーフェクトピッチング。小宮山さん、そろそろピッチャーも完全試合を意識しているでしょうか。まあ、当然頭にはあるでしょうね。まあここからいつも通りの打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打順は5番宮崎。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。これはどうだ。取りました。アウト、2アウト。さあマウンド上の小川、これで2アウト、完全試合まであとアウト4つとしています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。膝元への変化球、あっという間に2ストライクです。外れてますか。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。さあマウンド上は小川、完全試合まであとアウト3つです。小宮山さん、ついにこの回を抑えればパーフェクト達成です。さすがにピッチャーも緊張するんじゃないですか。いえいえ、見てる方が緊張してます。そうですよね、放送席も緊張してます。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。完全試合まで。バッターボックスには代打の神里。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。さあマウンド上の小川、完全試合まであとアウト2つです。際どいコースに送ってストライク。インサイド落ちました。ファウルになります。さあ3球目は何か。アウトコースのチェンジアップ、ボールです。変化球空振り、完全試合まであと1人。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。
バッターボックスには代打の中井。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。さあマウンド上は小川、これで2アウト、完全試合まであとアウト1つ。いやー小宮山さん、まあ本当に素晴らしいとしか言いようのない投球を続けてますよね。そうですね、ただあと1つのところで逃すということも意外とあるんで安心はできないですよ。そうですよね。さあ球場全体から期待がかかっています。ファウルになります。さあ5球目は何か、三振を取りました。試合終了。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ヤクルトスワローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。小宮山さん、完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクトでした。本当に素晴らしいピッチングでしたね。いやもう言うことないですよね。もう本当に見事でしたね。本当にそうですよね。我々放送席も感動しております。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。